唯一無二の美味しさを誇る群右衛門うどんについての説明をしたいと思います。これには3つの強みがあります。1つは超多加水である。2つ目に加工澱粉を使っていない。3つ目にプロトン技術を使った。超多加水といってもいろいろあって、小麦粉に対してどのくらいの塩水を加えるか、これがポイントになっていくんですけど、我々は今 54% と、まあ一般的に機械では 40% から45ぐらい、手打ちの職人さん手作りですからもっと入れたい、まあそういう場合は 50% ですから、いかに 54% っていうのが高いかというのが、まあ、言えるか。手打ちの方でも50を超えて54になってくると結構難しいということも言われますね。なんでなぜ加水率が高いといいのか、水を加えたら水っぽくなって美味しくないんじゃない、こういうふうに捉える、非常にまあ難しいところなんですが、なぜいいか、まあ、これはグルテンっていう言葉皆さん聞いたことがあるかと思うんですけど、これ小麦粉だけにあるタンパク質の、まあ、グルテニンというのとグリアジンという、まあ、この2つのタンパク質がありまして、この2つが水と結びつくとこのグルテンが発生する。グルテニンは弾力性を出す、まあ、グリアジンというのは粘性、粘り気ですね、粘りを出す、こういう物質なんですけど、これはですねよくこねればこねるほど、まあ圧力をかけたり、手打ちで言えば棒で伸ばしたり足で踏んだり、こういうことを繰り返すと網目構造を作るんですね。どんどん水が多ければ多いほど網目構造が細かくなる。これによって弾力と粘性が強まると、これ非常に重要なことです。こうするとですね、まあ多く、まあ、すでにもう水が生地に入り込んでいる、柔らかくなっているので、さあ茹でます。そうすると茹で時間がですね短くなるんですね。短くなるということはそれだけお湯に接している表面の水が少なくなる、まさにダメージが減って水っぽいうどんができなくなると、加水率を高めるというところにメリットがあるというところですね。なんでで加水率を高くしたがらないんですか、分かっているなら、これが加水率が高ければ高いほどですね、まあベトベトしちゃって成形しにくい、まあ麺になれにくい、麺になったとしてもそれは角が取れたような団子のようになってしまう、まあ、そういうことで非常に難しい、もしくは機械になればなるほど機械化するのは難しいと、まあこういうことで皆さんやりたがらない。まあ我々は特殊な技術といろんな練り機も開発して機械化することができる、まあそこに強みがあります。次に加工澱粉を使っていない。一般的にはですね、冷凍うどんは加工澱粉を入れることが多いです。これはなぜか、まあ冷凍するときにですね、麺の中に水分子があって、その水分子が氷結晶するときに組織を壊してしまう、その組織を壊してしまうがゆえに麺がブツブツ切れたり、まあ、ボソボソしたり、そういうような食感になってしまうので、まあ、いわゆるコシというものが、まあ、失われてしまう。それを、まあ、防ぐために、まあ、老化防止っていうんですかね、まあ、そういう組織を破壊をこう補うような形で、タピオカ由来のでんぷん、加工でんぷんを使うことが多い。よくタピオカティーなんかね飲まれますけど、プツプツツルツルシコシコしたね、その食感がそこにある。だからこれは冷凍したうどんの後にも、まあ、もちもちした食感を残すことが可能だと。加工澱粉をなぜ入れてはいけないのかと、つるつるもちもちというタピオカの食感は非常に喜ばれる部分はあるんですけど、一方でうどんが持つ小麦粉由来の旨味みたいのがですねかなり失われてしまう、つるつるしこしこが強すぎてしまう、そういう一面もあります。また加工澱粉といえども食品添加物というふうに取られる、まあ、そういう方、そういう添加物だということに転向なるお客様もいらっしゃるというのも事実。我々の群右衛門うどんは、まあ、一切加工澱粉は使っておりません。原料は埼玉県産の小麦粉、塩、水、この3つだけ、まあ、そこに我々の群右衛門うどんの、まあ、良さがあるかなと思います。3つ目のプロトン凍結、聞いたことがない方もまだいらっしゃると思うんですが、製麺業界では初めて、まあ、プロトン凍結機を導入した、まあ、これはなかなか、まあ、珍しいということですね。じゃあプロトン凍結というのは何なのか、均等時速というのと、まあ、電磁波2つをですね利用した急速冷凍技術と、このように言えるかと思うんですけど、磁力によって食材中の水分子を均一に、まあ、まず整列させてしまう、動かないように、でそうすることによって
氷の結晶が小さく生成する、小さい氷が大きくならないように小さくそのままとどめさせて細胞膜をですね壊さないようにするということです。その結果、小麦粉本来の風味を持つ超高水の本格的なうどんがそのまま凍結することが可能になったということです。一つの小さい、うどんの細胞がある。そこの中には水分子が配列している。本来はその水分子を冷たい空気で急速に冷やす、これは同じ原理ですね。でそこでプロトン凍結は磁石の分と電磁波をプラスする、そうすることによって一つ一つの水分子がきれいに整列する。そしてその場で動かないようにずっとじっとしている。一方従来の急速冷凍機は水の分子が大きく氷結晶をしてしまうために細胞の膜を突き破って、破壊してしまう。その後解凍した時どうなるか。プロトン凍結の場合は水分子がきれいに並んでいたので細胞の膜を壊さなかったがゆえに元通りの水の配列になっている。ところが従来の急速凍結機は破れたところから旨味が出てしまったり食感弾力が失われたり障害が起きてしまう。これが非常に特徴的なものかなと思います。グエモうどんの特徴はプロトン凍結の技術を活用して加工澱粉を使わず、いつでも小麦本来の味を楽しめて超高水の本格派のうどんが食べれる。まさに唯一無二のゆでうどんができる。これがグエモうどんです。